はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、強化太平楽、今回は野手でやっていきたいと思います。デッキの方を見ていきますと、こんな感じになってます。で、強化太平楽ね、今回初めてなので、ちょっと説明をしていきますと、まず引き抜き時のね、経験点が上がってますと。で、さらに太平楽高校の、諸井、浦賀、天城の3人に関しては、さらに経験点が増加してもらえるようになってますと。で、監督派に行った場合は、監督練習ですねをやった場合の経験点の増加と、4回目に、コツがもらえるのと、であと7回引き抜きをした時に監督派の場合は高速ベースランの金徳のコツがもらえますと。で、反監督派に関しましては、練習をした後に鴨川さんが練習レベルを上げてくれると思うんですけども、その時に経験点がもらえるようになっているのと、7人引き抜いた時に、超ラッキーボーイの、金徳のコツがもらえるようになってますと、言ったところが主だったところですかね。あとはちょっとやっていく上で、その都度見ていきましょう。で、それを踏まえた上での編成になってまして、まず浦賀ですね。浦賀は魔術師のコツなんですけれども、守備職人自分で持っているので、これは大丈夫でしょ。で、あと諸井くんね、火事場のバカ力で、諸井も、逆胸骨自分で持っているのと、能見くんとの、ね、コンボがあるのと、さらに能見との、ね、コツがかなり被っているので、コツの回収がしやすいかな。で、さらに、監督派で高速ベースラン、やっぱりこれ重いんで、できれば走塁骨ね、5で取りたいんですけれども、諸井と能見両方、走塁骨を持ってますというのがいいですね。で、さらに大谷くんですね。大谷くんは金徳が切磋琢磨なんですけれども、それの骸骨が、諸井と能見のコンボで手に入れることができるのと、反監督派の時の超ラッキーボーイのコツの骸骨ですね。ラッキーボーイのコツが、通常イベントで手に入ることができますと。であとはね、浦賀くんのローボールヒッターと、ヤギウちゃんプラゴをお借りして、定休室だを取っていきたいと思います。あと流し打ちがあるんで、彼女キャラは、バネキちゃんできてますと。一応これがかなりいい、デッキ編成なんじゃないかなと自分の中では思ってます。自分が組める中ではね、じゃあやっていきましょう。とりあえずコツとかは何もないね。最初打撃練習しますか。で、あと前とあとは一応3-3できてるのでバランスも全然いいですね。強化太平楽ね、ちょっと癖があるというか、縛られるのがやっぱりね、諸井はね必須だと思うんですよ。諸井くんからねもらえる経験点はかなり重要なんで、もう諸井はねちょっと入れないと強化太平楽なかなか厳しいんじゃないかと思います。筋力キャラに関しましてはね、大谷くんかあとね7位とかでもねいいと思うんですよね。俺は7位持ってないんですけど、7位はパワヒと、広角打法と逆胸骨を持ってるんでね、逆胸のコツが結構潰しやすくなるというのがあります。ただね、諸井もね金徳取得時に逆胸骨がもらえる可能性があったりするんで、置いとくか潰しちゃうかっていうのはなかなか難しいところですけど、あとねどれだけ引き抜けるかっていうところも重要ですよね。正直言っちゃうと7人引き抜けるかどうかっていうのは運も絡んでくるんで、だから両方の金徳のコツを取りに行くときは、最初の分岐点のところは少ない方ですね、人が少ない方が引き抜けるんで、そっちに行った方がいいでしょうということで、バネキちゃんの評価は上げていきましょう。いやー、なんかさ、こうなんていうの、ジャージが変わるだけでちょっと雰囲気だいぶ変わるね。ここはね全然最初なんで評価優先でいきましょう。体力が減ってるからね、体力を回復させるっていうのもありっちゃありだけど、やっぱりね13上がるのはでかいよね。お守り持ってきてるんで、かつ諸井くんがいる。よしよしよし、精神でねコツが来てくれるのはねほんといいよね。で、走塁骨、最低の3は取ったからな。できれば高速ベースラン戻っていきたいね。で、今週からね
強化太平楽サクスペの方では始まったんですけど、ちょっと前まではねアプリの方で強化太平楽をやってたんですよね。で俺アプリの方はねあんまりデッキが組めないんで、まあ、諸井くんとかね浦賀も両方持ってなかったんで、もう諸井くんを借りざるを借りざるを得なかったんですけど、浦賀をね入れて強化太平楽やったことないんで、敏捷ポイントがねどうしてもきついんですよね。でコツ、んーバネキちゃんもいる、あでもバネキちゃんはもう乗ったか、オッケーオッケーオッケー、まあ、ヤギュウちゃんはね借りれば今のところはなんとかなってるかな。これはさすがに無理だよな、メンタルには誰もいないし、ネオ能見くんはね本当に経験点をいっぱいくれるからね。で2回目もねすげえタイミングいいと、いいところで体力回復してくれるからね、まあ、ここはもうちょっとやっちゃおう、バネキちゃんがいるんで、まあ、最初はね評価上げに走るっていうのも全然ありだと思うんですけど、あとは告白イベントが起きてくれれば全く問題ないけど、おおここ3人いるね、上げてこう上げてこう、評価を上げてこう。で今ちょうどね強化太平楽始まったところで、なんか絆ガチャみたいなのが来てるじゃないですか。で一応ピックアップされてるのが能見と浦賀と天城、まあ、諸井がねいないっていうところがちょっとあれなんですけど、まあ3キャラともね優秀なキャラクターなんで、まあ引いていってもねいいとは思うんですけど、控えてるからね、デースガチャが、デースガチャがサナちゃんガチャですね控えてるんで、まあ無課金の人はサナちゃんガチャを回した方がいいとは思います。で俺はね今ウラガがねプライオンなんですよ。でウラガってプラゴンになると試合経験点ボーナスつくじゃないですか。だから結構悩んでるんですよね。で能見さんもまだあのプラゼロなんで、まあ、プラ1に、ね、なるだけでもあのやる気効果アップがつくんで、おこれ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 で、真ん中を選びましょう。ゴミ拾い、財布を見つけるんだっけそうだよね。で中身どうなったのちなみに、あサプリメントラッキーボーイ、特にやることなければちょっとデートをしましょう、体力もきついんで。あとね監督派に行った時にね監督練習を狙うのか、まあ、引き抜きを狙うのかっていうところがねなかなか難しいんですよね。監督練習と引き抜きがねちょうど合わさってれば全然いいんですけど、おいそんなんあったね。まあ、これは聞かなくて大丈夫でしょ。まあ、監督派に行きますか、10人だし、まあ、高速ベースランは取れないにしろ超ラッキーボーイのコツは欲しいよね。高速ベースランは重いからね、最悪しょうがない。あこういうのはいいよね、大谷くんを引き抜きつつ監督の評価を上げつつ、おお124とかねめっちゃもらえるからね。コツがもらえないときは124ですね。でコツがもらえるときはあのマイナス44になるんですよ。でコツが手に入るみたいな。よしよしよし、大谷くんイベントもいいからね。どうしようかな。あそうそうそう、あとねこれ全員そのなんていうの、同じ所属の人たちになると1人につき20ポイントもらえる、だから最高で100ポイントもらえますね。今どっかあるかね、ないねそれはまた全員同じになったら見てみますか。こっちか、監督の評価もねやっぱ気にしとかないといけないからね、結構悩むねこれ。一回監督練習やっておくか。監督評価、うん、だいぶ戻ってきたな監督評価。あとねさっきみたいにデートをした時に監督の評価が下がっていくときついんだよね。
だから経験点だけ狙うとすれば、ずっとね反監督派っていうのもねありかもしんないですね。これはもう絶対無理だね。どうする、寝る寝よう。これってさ、監督練習1回に含まれるのかね。ここは引き抜きができつつ、監督練習なんですけど、浦賀とかはね引き抜けないんですけど、カウントはされます1回分に。でちゃんとねコツとか経験点とかもくれるんで。おー、ローボールヒッターもう5になったね。もうちょっとね体力減ってればバッチシだったんだけど、まあそれでも全然いいですね。まあ、引き抜きができないんでどうしようかな。監督練習プラスタックか。ここもね2人の評価が上げられるんで、やりたいっちゃやりたいんですけどな。まあ、いっかこれでいこう。引き抜き7回はなかなか。おお、どうしようか。いぶし銀潰しておく代打とかはねいらないよね。 OKOK、 そう体力最大値も上がるのもでかいよね。失敗するとでもコツ1とかになるのかな。誰がいいかな。まあ、かわいい子だよね。天城の評価はどうでもいいからね全然引き抜けないね。ここまた2人いるな評価上げとこう今回は。これは7回引き抜き、このターンでは無理かな。これは腹黒い。引き抜きができる。お、メンタルで引き抜きができるね。いいね。アプリの場合はさ、こうあと何ターンでその所属が終わるっていうのが分かるんですけど、これちょっと分からないね。2月の1週までだよね確か。おお、100ヘッド経験点いいね。でクリスマス、バネキちゃんはねクリスマスの経験点も多いっていうのがいいよね。きっちり回復もするし、まあ、一番のねあれはね牙との勝負をどうするか。これはすごいねなんか誰がどう来るんだかよく分かんないけど、なんか潰しとかなきゃいけないのってあったっけ。走塁か。いやどうしようかな。流し打ちもね欲しいからね、意外性は潰しておこう。キアフェットなんてもう取っちゃっていいでしょう。ローボールヒッターももう5だしね。いぶし銀も取っちゃおう、ちょっと2で大丈夫でしょう。ラッキーボーイはもう手に入んないから取っておこう。こんなもんか。さてできれば引き抜きの方をお願いしたいんだけど、どっちだ。おいいねいいね、裏が。よし、守備職人、守備職人も3で抑えちゃいましょう。世界平和。キバ頼むぞ。大凶、おめえふざけんな何の経験点も手に入らない。これはちょっと引き抜きを優先していこう。ヤギウちゃんかタックか。どうしようかね。タック、これどっちが得なの結局。まあよくわかんないからこっちでいいやで一般人を引き抜くときはあれですね、練習したところの経験点が手に入る。なので守備の場合は敏捷ポイントと技術ポイントですね。これはどうする。監督練習で評価はまあ大丈夫そうではあるよな。ここまでくれば50、59。いや全然こっちだな。大谷君はね普通にタックも強いと思うんで、メンタルで回復しつつ引き抜こう。
まあ、これはどっちでもいいか。アベレージヒッターよし、 OK。 存在感を発揮しろ。これもね結構ねコツが全体的にいいと思うんですよね。これで対エースでしょ、一番上は。で真ん中が守備職人でしょ。まあ守備職人はね今回浦賀がいるんで全然いらないんですけど、で今のままでいいだと競争心ですね。だから仮にサンバ新島ちゃんとかを使う場合は、サンバ新島ちゃんエースキラーになるんで、まあそれで一番上を選ぶっていうのも全然いいと思います。ストレッチしましょう。なんか注意書きでね、大谷選手めちゃくちゃ柔らかいって書いてあるけど全然知らん。あと何人引き抜かなきゃダメなの、これで。何人、もう1月の4週なんですけど。おお、来た来た来た、これだね。次の派閥選択までの間に引き抜き7回発生させると超特殊能力のコツを取得できますということで、高速ベースランなのでチャンスは全部で3回ですね。で3回目がね8ターンしかないんで、8ターンのうち7回引き抜かなきゃいけないんで、まあ、大変は大変ですよね。なので派閥を変更するときに少なければ少ないほどやっぱり確率は上がるんで、なるべくいるときに集めておきたいっていうのもありますよね。ちょっと数えていく、誰がいいかね。諸井とかはねもう永久に引き抜けるんで、永久に引き抜けるから、そう考えると引き抜いておくか。諸井くんは本当いいよ。72-72とかコツがないときは72-72だからね。どうしようかな。打撃にしておく。あれ、これで経験点が手に入ったと思うんだけど、手に入んなかったね。もしやちょっとバグ的なやつかな。いや、アプリ版だと絶対経験点手に入ったから、20-20手に入るんですよ、敏捷ポイントと。今のちょっとバグっぽくない？お詫びのパワーストーンをいただきたいんだけど。これで2人目、どうする？メンタルをしつつだね、これは。回復しつつ、練習回数がねどうしても多くなるんで、ちょっと揃えましょう1回。1回全部 E にしとくか。やっぱり敏捷がな不足してるよな。で精神も若干不足してるか。パワーは D にしておいて、ミートも D にしておいて、あとはちょっと特殊能力を取っていく。いや高速ベースは重いわ、敏捷ないのに。幅ひも3で掴んじゃっていいかな。あとは、守備職人も掴むでしょ。競争心はもうそもそも1でしかないから掴んじゃっていいでしょ。あれ、これで2人目だっけ。2人目、野球ちゃん、打球の B、 いいね。これなんだっけ。野球ちゃんちょっと久々で忘れたな。これは選択肢があるんだっけ。ない。まあ、選択肢ないのは楽だからね。いや俺だって彼女いるから。おのみさん、これはのみさんをちょっと引いとこう。デートがねだいぶ詰まるんだけどね、そうすると。まあそれは精神112とか。これって向こうに移動してんの。能見が反監督派に移動した。あ、違う、それは来たからだ。翔平と大貫くんと市村くんが反監督派に移動した。いや別にこっちに来なくていいんだけどな。向こうに行ってくれれば行ってくれるほど引き抜きが発生するからね。監督108か。まあ試合がねあるからね。
代打で打てば監督評価は上がるんで、とりあえず、あ、そう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 、全員いたってことね。同じ派閥のチームメイトだけで練習すると、経験点がもらえますと。で、派閥選択までの間で5回までですね。で、これも練習した場所によるんで、いくつ入ってる ?4 人いたのか、こんだけ手に入ってるってことは、40入ってるんで、40じゃねえ、80手に入ってるんで、ただただ引き抜きを優先していきましょう。数えるって言って数えてねえな、今何人目、4人目くらい。だからね、肩とかでね、引き抜きとかが発生してくれると結構いいんですよね。これなんか回復するやつとかあったっけ？ちょっと見てみます。あー、みんなに知らせようで体力が回復するけど、毒とかでね、走塁のコツが手に入るんですよね。まあ、真ん中はモテモテだけど、モテモテ今はいいわ。これ一番上にしよう。今はちょっと体力が欲しい。走塁コツはもう3で掴んであるんで、最悪3でもいいでしょう。よしよしよし、体力を回復させてどん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 引き抜いていこう。バネキちゃんってさ、デートしたっけ、そもそも。なんか一回もデートしてない気がするんだけど、あ、一回デートしたか。それで監督に見つかったんだ、そういえば。よーし、打っていこう。まあ、CC にしておくか。で、パワーヒッターは掴んであるからね。大谷君がな、広角打法をくれれば、バッチグーなんだけど。大谷君はね、あとレーザービーム持ってるからね。ちょっと内野手には無用の長物なんだけど、それはしょうがない。これはちょっとフォークだからやめよう。あれ、犬木くんもういなくなってるし、降板したか。おお、ギリギリ。ちょっと待って、めちゃくちゃ点取られたな最後。まあいいんだけどさ、ここはもう本当に監督とスカウトの評価上げなんで。こんな簡単に柔らかくなるの、体って。まあ、まだ若いからね、高校生だから。もう俺みたいなおっさんになるとちょっと無理だろうな。体なんて柔らかくなる気がしないから。よーし、コツだけか。だ、こういう時はね、反監督か反監督かっていうのを狙ってもいいと思うんですよね。これでプラス40だから、プラス40だけど、まあ、のんさんのコツは美味しいからな、取っておこう。流し打ち、ありがたい。どっちに移動した、反監督派か。あ、みんな反監督派に来るね。周辺視野、金徳ですね。1回目か。これって何、どんくらい時間かかんの。よしよしよし、何人目だか分からんけど何人目だか分からんけど引き抜こう。これはね、俺はまあコツよりはあれだよね、なんていうの、経験点の方がいいような気がする。たまにこれさ、なんで経験点くんないのマジで。いや絶対これ変わるよ。練習を選んだ時に経験点が入らないことが分かりましたみたいな、こういうのってさ、なんか言った方がいいの、あの運営さんに。あれ、アプリだと経験点入るんですけど。ただそれでさ、サクスペはサクスペですとか言われたら悲しいよね。サクスペとアプリは違いますんでみたいな。あ、そうですかとしかもう言いようがないからね。敏捷ポイントが足りないよな。さてさてさて、ここはもうデートするしかないか。あれ、次って何月何週？ 4 月の1週とかで変わるっけ。2回目だよな、まだ。まあでも今2回目だったら大丈夫でしょう。
まだか。引き抜こう引き抜こう、とりあえず引き抜けるだけ引き抜こう。ってか一般人しかいねえんだけど。ちょっと走塁レベルっていうか、走塁レベルっていうか臨床ポイントが欲しい。くれ、よし50。これもね、監督に見つかるからね、配布してもいいんだけどね。ここでまたただ監督の評価上がるか。これって何がいいのよくわかんないけど、いつも真ん中にしちゃってんだけどさ、いない。そろそろちょっと変わりそうな気がするんだよな。まあ大谷君でいくか。 OK OK。 コツ広角だ方がいいけど、まあ初球も全然いいよね。センス丸とかな、無理だかんな。無難に回復しとこうっと。あれいつ5月の1週とか。うわ来ない来ない来ない。あと1回くらいだと思うんだけど、4月の4週。いやここで体力削られるのは痛いぞ、何気に痛い。21% か。何人目何人目、ちょっとやりたいよね。いやさっきのクキンバスバスみたいなのさ、練習しなくていいよあんなの。21% ちょっと攻める。なんとかなったけど、本当にこれ7人目 ?OK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 。やった、価値あったな、超ラッキーボーイ。で、5月の1週か。なるほど、なるほど。で、ここでね、またもう一回チャンスがあるんですけど、ちょっとここは半監督ができましょう。両方取ったんで。最後のね、ここでね、取るのはなかなか現実的ではないんですよね。体力もないし、デートも進めないといけないから。で今反監督派は人がいっぱいいるんで、反監督派練習もちょっと狙っていきましょう。5人とかいたらね、反監督派練習をやっていきましょう。走塁のところにね、反監督派が揃ってくれると嬉しいんだけど。ここはどうする。じゃあ、諸井くんね。諸井くんはここ4人いるんだよね。ヤギュちゃんのコツもあるし、肩だからな。え、どうする、どっちがいい。80入るんだよ、80。勝つコツだよこれ。ここでいいでしょう。てかヤギュちゃんと何があったっけ。足爆弾とかやだな。粘り打ち、意外性、打球伸び。打球伸びって3で取ろうとするとどうなんの。技術ポイントはね、まあ、余ってるっちゃ余ってる。打球伸び、超ラッキーボーイ取っとくか。じゃあ切磋琢磨も取っておこう。打球伸び、いっか、取ろう。さてここに行きましょう。いやいいねいいね、バランスよくもらえるよ。そしてコツ、粘り打ち。どうしようかな、精神にしとく。マジでここでポイントくれないとか悲しすぎるな。そう、周辺視野はね2回目で。おー、諸井くんが邪魔だけど、4人80でしょ。諸井ただ100とかくれるからね。よし、これは諸井くんと。じゃあよくよく考えたら諸井と練習した方がいいじゃん。さっきさ、なんかあっち行ったけどさ、100プラスコツくれるんだよ。コツくんないときは140いくつくれるんだよ。いやそりゃ諸井と練習した方がいいわ。おメンタルにいるね。あ、これ諸井がいいな。変な模擬とか超どうでもいいわ。よーし、いいねいいね、諸井だよ。やっぱり諸井っすみたいな。ここで経験点くんないの本当だって。100ポイントはさ無駄してるよね。いや100ポイント以上無駄してるよ。一番上だと何くれんのこれ。
技術か、技術余ってるからな。 It's magic。 どうよ、やったー、できたー。 OK。 じゃあまず魔術師も掴みましょう。流し打ちまだ掴んで、おっと間違えた、掴んでなかったのか。初級チャンスメーカー、魔術師と、おー3だと安っ。チャンスとか何気にまだないんだ。ちょうどメンタルに来てるね。体力も減ってるし、やっておいて損はないけど、デートもちょっとしとかないといけない。逆境、あ、逆境まだだったんだ。 OK。 周辺視野なかなかいいところで、これどうなの、やった、逆境こと掴んだこいつの成功失敗がいまいち分かんないんだよな。ちょっと精神ポイント足りないね。もう少し能見くんが働いてくれればいいんだけど、いいんだけど、どうする。反監督派練習しよう。4人、メンタルも欲しいんだよね。ちょ、メンタルが欲しいんで今回メンタル練習します。 OKOKOK。 でここもちょっとそういうのを考えつつ、ここ4人いるね、ここ3人いるね。いや、こういう時ってさ、どうすればいいの、まあ、経験点を計算すればいいんだけど、そりゃこっちか。技術がちょっと余ってるな。打撃でいくか。いや、これはマジでちょっとないわ、本当に。諸井くん最後諸井くんもらおう。で、7月はこれもマジデートだな。でね、これね、すげえいっぱいいるとね、なんか60ポイントくらいもらえますね。で、これはもう確実にデート。その前に試合があるから、いや、ちょっと待って、ミートあげらんねえよ、これ。精神ポイントがない。肩上げとくか。敏捷が足りない。精神ポイントも足りない。デートをしなくちゃいけない。いやー、これちょっと怖いんだよね、本当に。同化がお釈迦になるのは避けたいからねいつも決着つけるんだけどさ、動画の中だと全然決着つけないよねビビリなんだよ俺。ここまで来てさ、だって動画がなくなるって悲しすぎるもん。さすがに別れたらさ、ちょっとやる気なくすよ。はもうサクッと勝ってこう、サクッと。精神ポイントが足りないね、技術がちょっと余ってるね。めちゃくちゃ技術が余るようだったら、最悪打球伸びとか直取りしちゃってもよかったかな。そしてさ、なんで2点取られてんの。先発天城、それとも大谷くん。こっちはね、大谷くんもいるからね。大谷だー、2点取られたのか、ラズベリーごときに。そんなことじゃメジャーに行けないぞ大谷くん。あれ、これってもうめちゃくちゃ点取ってんな、ひどい俺セーフなの、今のセーフになるか初めてだな、ああいう感じになるの。強化太平楽って結構長いじゃないですか。11月のなんか最初の週あたりまであるんで、少なくともそこまでは新しい高校は来ないってことですよね。だって強化太平楽中にさ、新しい高校なんて絶対来ないでしょ。そうするとまた最終週にサクチャでやるのかな。どうしようかな。だね。
7月の2か、まあいいや、やろう。でもデートだな、次は。よしよしよし。いや、ほんと怖い。カラデートがある人はね、7月の4週とか取っとけないからね。技術的な集中。7月の4週は能見くんが来てくれれば一番いいんだけど、マジで技術だな。ミートあげると確実に死ぬからな。いや重いわ。高速ベースランでも取っとこう。もう臨床ポイントが上げられんわ。広角打法とか直取りする。最悪。ちょっとな、考えとこう。芸術的な場所打ちは取るでしょ。取れるやつはもう取っちゃわないとな。残しとくとやっべポイント足んねーみたいな現象になるから、まあいいか。これで強化太平楽ね、投手でねやったことないんですよね。投手でねどういう感じになるのかっていうのが全然わからないです。これはいい。リードで迎える3回です。ツーアウトランナーなしという場面で竹澤、第2球投げた、打ちました、痛烈。太平ランリードで迎える5回です。高速ベースランのくせに足を失礼かな。あとはここから先でどれだけ取れるか。ここからの攻撃になります。トップバッターは竹澤、打ちました、これはいい。 OK。 いやっていうかさ、しぐれちゃんが経験点くんないのがいけないんだよ。あれで本当にだいぶ無駄してるからね。あれ敏捷ポイントくれるんで、しぐれちゃん敏捷ポイントと精神ポイントくれるんで、それが足りてないんだよ。のみさん働いてくれたな、ありがとう。タックかコツか裏があって、あとなんかある。まあワンタックだったらコツでいいでしょう。芝居元もいるんで、体力の減りが少ないんで帳尻合わせ。1回はメンタルやんないとちょっと無理だね。帳尻合わせを取りましょう。どこだ、あった。パワーとか A にできるかな。 A にしとくか。で筋力が溜まったら広角打法を直取りしましょう。技術がめちゃくちゃ余ってんな。お待たせ。さあこれから。あとね浦賀がねやっぱり、うおーしまった。プラゴになってくれればね、試合経験点ボーナスがついて。いや、ちょっと際どい。危ねえ危ねえ危ねえ。ボールか、入ったかと思った。シュート。第3球。ボール。ツーボール。際どいとこ投げてくるね。投げた。打ちました。セカンド左へのやばい。全然カスだな今。むしろ負ける可能性すら出てきた。スプリットかよ。マジか。ちょっともう一回待ってきてくれ。同点で迎える8回です。まだ周遊か。ツーアウトランナーなしという場面で竹澤、ボール、まずは外角高め、第2球投げた。うわしまった。ちょっと打とうかどうか悩んだ挙句反応が遅れた。投げた、入ってくる。いやー勝ったけどさ、勝ったけど全然打てなかった。1回も打てなかった。マジか。こんなん超久しぶりだな。本当に勝っちゃってよかったのかっていう。メンタルを挟むか。賭けの森。ポイントがめちゃくちゃしょぼかったからな、広角打法取れないねこれ。諦めよう。これもうすでに絶対誰かさ、運営さんに言ってくれてるはずだよね。あれポイント入んねえって。だって普通に思うもん、アプリやってたら。
アプリやってる人だったら。しかもあのポイントかなりでかいからね、しぐれちゃんがくれるポイント。それがさ改善されないとさ、かなりモチベーション落ちるんだけど。もう一本打っときたいね。ワンアウトランナー一塁という場面で竹澤今日3打点を挙げています。一塁へ牽制球を送ります。やべってさ、めちゃくちゃ走るからね実は。バッターの足元、やべって盗塁とかついてんの。第3球を投げました。実はやべくんって使ったことないんですよね。太平楽、この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは竹澤、今日5打点を挙げています。進藤ってさ、いつメジャーに行くんだっけ。投球これから2球目。一時期でもプロ野球でもなんか活躍してたよね。スッスとバッテリー組んでたんだっけ。オリックスバッファローズでスッスとバッテリー組んでたんだっけ。なんか忘れちゃったな。結構前の話だからね。で一応最後タックがあるけど、矢部くんちょっと矢部くんのデータ見たい。矢部は外野だから。いた、あ、盗塁丸かで75か。早いね矢部くん足が。打撃かよ。ちょっとマジで技術余ってっかんな。どうしよう。俺的にはちょっと筋力やりたいんだけど、いや経験点に走ろう。てか初タックかい、もろいくん。でさ、ここってさ、なんか円卓もさあった気がするけどさ、今日が太平楽だとなんか絶対西谷なんだよね。ちょっとミートは B にしておこう。ミート B にしておいて150使うのか C にすると。いやー守備力上げとくか。敏捷足りない、技術余ってる。技術余りだね、いわゆる。いや絶対これしぐれちゃんのせいだよ。だからしぐれちゃんがポイントくれないせいだよ。ワンアウトランナー一塁という場面で竹澤投げました。打ちました。痛烈、いった。矢部くんせ、また出てたね。矢部くんもね、意外に出塁するからね。太平楽、勝ち越しのチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で竹澤、ちょっとネクストバッターサークルに控えているのは大谷。第2球投げました。入ってくる。おお、ギリギリ。大谷が4番張ってんのか。第3球を投げました。これちょっと待って、無理。フォークとね、カーブは本当やだ。第4球を投げました。ああ、今ちょっとボール球だったかな。まあいいや、とりあえず二塁打だし。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で竹澤、今日3打点を挙げています。第2球投げた。これ入ってくる。2球目ストライク、ね、まあ分かってはいたけど。第3球を投げた。分かっていたけど打ってない。いや広角打法があれば多分入ってたんだけどな。広角打法がない。まだ虹谷投げてるから、さすがにスタミナエースだな。投球これから2球目、アウトコース低め。もう1本打っとかないとね。投げた。ほい、打ちました。痛烈。すっげえギリギリだったな。太平楽。いや、周遊くんから全然打てなかったのが悲しかったな。あんなに打てないことなんてあるんだっていうくらい打てなかったからね。あれ、そういえばチャンスメーカーってさ、よくよく考えたらさ、バネキちゃん最後くれたよね。3位か。全然スカウトさん評価が上がってなかったんだな。あそこで打てなかったからね。あ、でも3になったら潰しちゃってね、全然いいと思うんだけどね。他のコツが欲しいからね、やっぱりチャンスメーカーが5になるよりは。3で潰して別のを取っていきましょうと。で定休室だとかってくんなかったな。
まあ7500、そうだよね。だからなんだっけ、しぐれちゃんが経験点くれて、あそこで周遊から打てればまあ8000超えてるくらい、まあそんなもんですね。まあ全然強いは全然強いんですけど、高速ベースランが重い。てかローボロヒッターヤギちゃん来んなかったか。あれどこでもらえるんだっけ。3回目のイベントが終わったところでもらえなかったらもうもらえないんだっけ。久々すぎて忘れたな。で、広角打法ちょっと取っとこう、広角打法。なんだかんだででも精神も結構溜まってきたか。肩だね。守備は A にしておきたいよね。で、補給もやっぱりちょっと C には持ってきておきたい。筋力と技術を使う特殊能力。チャンスも欲しいんだけどな。対左取っとこう。あとは上り上司、インコース、インコースかアウトコースかって言ったらなんかインコースがいいな。で連打、ちょっと追い打ちが結構あるな。あでもピンショーが完全になくなるのか。対エースいいね。あとは満塁男、他悪球打ちはあんまりつけたくない。あと基礎ポイントをちょいちょいちょいと上げる感じか。どうしようかな。なんかどうでもいいところで悩むな。こんな感じ、こんな感じでいっか。おお S6 だね。というところで、これさ、しぐれちゃん絶対バグでしょう。まあちょっと次やるときまでに改善されていればいいんですけれども、これちょっとしぐれちゃんバグがさ、治るまで、ちょっとモチベーション下がっちゃうよね。というところで、まあ許可大平落ね、やっぱり強いは強いですけれども、やっぱ諸井くんはね、必須になっちゃうと思うんですよね。諸井くんなしだと、経験点的に結構きついと思うんで、まあ諸井くん持ってれば、まあぜひ使ってあげてくださいというところですね。まあ俺も諸井くんはねレベル35なんで、まあ、あんまりこの助っ人にやって使われるかって言ったらちょっと分かんないんですけど、浦賀がねプラゴになれば浦賀にしようかなとも思ってます。だからね今回の絆ガチャ、まあ、もしかしたら引くかもしれないし、まあ結構悩んでますね。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。でちょっと太平楽強化のね内容を見返してみたところ、確かにねしぐれちゃんの練習レベルアップの後に経験点をくれるっていうのはどこにも記載がないんですよね。なのでこれ何デフォルトなの仕様なのかっていうのはちょっと思いますけど、ただねアプリをやってた身としてはここでねしぐれちゃんが経験点くれないっていうのはねかなりちょっと痛いんで、モチベがねめちゃくちゃ下がりますね。まあできればちょっと改善していただきたいところではありますけど、まあ仕様ならもうしょうがないですよね。これでやっていくしかないんで。そうするとね、敏捷ポイントと精神ポイントもうちょっと考えないといけないですね。というところで、じゃあ今回はこれで本当に終了します。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。